応ここもコンプリート。47、あれまだなんか1個漏れてる。ここも1個漏れてる。ちょっと漏れがある。ちなみにこっちは79、漏れてた。ここか、違う。じゃあここか。自販機頬張りトレジャー、1分20秒。打って進め自販機の冒険。あら気持ちよさそう。いくぞ、1分20秒、いくぞ。進撃の自販機、9秒。もう一個か。こっちある。怪しい場所。あれ、そんな怪しい場所ない。怖い。エバーブルク海岸。ノーマルトレジャー。ここから先は次のマップだ。あっ、あったー。運べ階段大移動、階段頬張り、難易度3だ。そういうことね。時間は？あれ？時間1分45秒。吐き出すと前に行っちゃう。だからダメなんだ。ほら、そういうことね。とりあえずゴールまで見つけよう。こういうことっぽいね。もう2箇所ぐらいありそうなんで。結構吐き出すんだよ。
ターン。これも先に行き方確認しとかないと危険になっちゃう。ここ入れませんね。ということは、こうかな。これを、うわいけねえ。ジャンプもできない。なかなか厳しいね。だけ今のうちに確認しておかないとね、どうせやり直すことになる。多分まあこれが前に出るからここだろう。いや待てよ、潰してどこまで吐き出す。そんな吐き出さない。ここぽいよね、これ。最後ここはどっちでもいいのか。これがラストだったらいいんだけど、もう一個あったらきついね。今のでもすでに数秒無駄になってる。これ吐き出すだけでいける。これはやばい。吸い込むのを間違えるのは気をつけなければいけない。スライディングの方がいいかな。正直ね、真上から見るとね、ジャンプしてるかどうかの判断つかない。で、ルート考えよう。まずここはどうでもいい。ここでいいかな。これが入れないから、これこうかな。で、これどけて、で終わりかな。で1分40秒45秒、これぐらいでクリア。よし、いける。ここは10秒ぐらい。まだチャートよりもね、確実性を優先して
邪魔なやつをつけるのがギリギリだな。45秒だからね。0.07 秒足りない。妖怪一足りないどころじゃねえんだけど。今のルートでいいんだ。まあ革新的なルートがあればもっと速くなりそうだけど。まあノーミスでいければ。ここすでに 1秒ぐらい損してるみたいライディングジャンプでちょっとでも早くしておくと後々楽になるし。ここをできるだけ奥に。これは壊した。ワイパーで X でさ、やっちゃうんだよな。それだけでぶっちゃけ 2,3 秒すでに損してる。で、ここで一回降りて、あかん。これがあるからダメだ。ダメみたいですね。今の思いっきりミスったからね。いや絶妙なとこついてくるね。タイム A ボタンね。ほんと今 X で。タイムアタックかスコアアタックにしとけばね、やり込む人は勝手にやり込むんだよ。よし、さっきより1秒稼げてる。ここ、このまんま倒しといて、もうこれやったら終わりだよ。
安全第一に行くべきだね、これ。今のでも2秒ぐらい損してるからね。その2秒でクリアできてない時点で。最適化。30秒は切れるね。25秒ぐらいでいけそうだね。このルートでもスムーズにいけば。さあ、やりきったかな。トレジャーリスト。目標タイムがピンピンピンって、ここだけできてない。あれ、ドリルもまだか。あれ、ドリルやってへんよ。行かなきゃ。戦え、ドリルの試練。そういうことな。あれ？ちゃうん？下に行けるわけじゃねえの？どういうこっちゃ？ぴったりの距離で爆発しろってこと？あー、そういうこと。穴で囲めば。こういうことです。そういうことです。来へんのかい。全員寄ってくるんかと思って待っといたのに。なんでお前下に当たり判定あるんじゃ。10秒。なかなかね、絶妙な時間ついてくる。
ダイビングの方が強い。あのね、3D を上から見るとジャンプしてるかどうかの判断がつかない、つらいね。通常攻撃だと倒しきれない。見て、1秒足んない。ほんと絶妙だわ。通常攻撃だとダメージが足りないので。ああ、ミスったね。ここでまあ42秒。ここで25秒は確保したいな、今のミスから考えると。下から上がるやつなら刺激なんだ。あと2秒を、はい、1秒足りないね。うん、まあまあノーミスならいけるけど、きっつい。絶妙なタイム設定してる。入るのは弱い。ここを一回で倒せる。どうやらね、まあ、ここで今4秒残せたんで、よし、あと4秒あったらいけるやろ。きつい。もう5秒ぐらいは縮めれそうだな。じゃああとはソードだけやな。ソードくん、ソードくん。
ソード強化したら楽勝になると思ったんだけど、どうやらね、強化は強化で別にあるんで。どこやソード、まあ探す必要ないんやけどね実際は Y を知って X を知って、あ、ソード、それはあるわけない、こっちや。回転切りだと確実に倒せるけどエフェクトが長い。スライディングだと、最後までにだいぶ刺さない。むちゃむちゃむちゃ、このむちゃもしなきゃ。立て立てよ、あーちょっと足りないね。まあ最適解いって最後のあいつが出れてくれることを祈るしかないな。ここをね、回転切りをね、ギリギリから溜め始めてほぼ溜めなくて済むのにする。一つはゼロ距離スライディングでこいつらを確実に刺激で、片っぽを連続切りで倒して、これ確実にかわす、で連続切り倒す、あとは出れてくれと。立てよー、なんだろう、あー3秒ぐらい足りんだ。だから弱いから、その情報をやり直しやな。厳しい、超厳しい。まあ2秒ぐらい。よし。3秒ぐらい早い、あ出れてくれ、あと普通にキロ溜め込んで、ナイス、出れた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 縦にさえ来てくれるとね、5秒ぐらい早い。よし、とりあえずね、1面2面までフルコンプリートと言っていいんじゃないですかね。
よし、やりきったな。町に帰って体力は完全で93人。じゃあ10連分だけガチャを回して、あ、上を押すと、はーい、起きろ、こいつこんなことをしても起きねえ。でもやっぱ武器持っていきたいよね。話しかける。セットされてるコピーを Y で直接吸い込むことができるんですよ。あ、そうなんだ。頭光ってる。フラッシュか。なんだろうこれって。大阪だったらバーンって言ったら死んだふりしてくる。おお、バーンバーンバンバンバーン。死んだふりやんな。リアルにしねえ。ダメだ、返事してくれない。孤独を感じる。テイクアウトしていく。どうせ間違って使うからいらねえよ。下とかもあんの。下ある。下で座れる。左、左もある。右はあたりを見回す。こっちも反応してくれるね。左と上は反応してくれる。バンダナワド君、オスオス。はい、すごい儲かるよ。死んだ。うん、気持ちいい。さあ、ムービーどれぐらい増えたかな。どのムービー見る。ゴリラ。あー、まあ基本ボスムービーだよね。あ、増えてない。100。ほら、お客さん多いね。映画館に行ったのに襲われる。つらい。ムービー一緒に見てくれんのかな。まあ、見といてなんなんだけど、即飛ばすんだけど、これ別のムービー見るにしたらどんな感じの演出なんだろうね。あ、ゴリラ。ここから。これさ、あの連打するところを演出なのかムービーなのか、連打しないとどうなんだろうね。ここほっとくと。なるほど、連打しないとダメージ食らって始まるんだ。なるほどね。じゃあの、あ、パンフレット見てる、こいつ。パンフレット見てただけなのに。超楽しい。いや、満足満足。じゃあストーリーに戻りますか。じゃあワールドさんから行くぞ。